はい、今回もご視聴ありがとうございます。ゆきちのホームです。今回のテーマはキッチンの設備とカラー選びについてご紹介させていただきます。設備選びについてはガスコンロであったり食洗機であったり水洗、この部分はデザイン性にも影響してきますし使い勝手にも大きく影響してきます。そしてカラー選びは悩んでいる方も多いのではないでしょうか。キッチンなんですが、ハウスメーカー、そしてキッチンメーカーのショールームに行ってもどういった色を選べば正解なのかわからない方も多いと思います。今回は私がカラー選びの観点としていくつかアイディアを皆さんと共有したいと思います。はい、こちらは今回のトピック4つです。まず最初にキッチンのデザインに大きく影響するカラーの基本、そして便利でコスパの良い食洗機のおすすめ、そして洗練されたデザインの推薦、そして自由度の高いガスコンロということで使い勝手とデザイン性を兼ね備えた設備についてもいくつかおすすめの商品をご紹介していきます。はい、まず一つ目、キッチンのデザインのカラーの基本ということで、キッチンに関して他の動画でもご紹介しているんですが、キッチンは LDK の最大の家具だというふうに思っていただきたいと思います。家具を選ぶようにキッチンを選ぶことはとても重要です。なのでカラーや質感にこだわっておしゃれな空間を作っていただく、キッチンに関してもデザイン性を重視で選んでいただきたいと思います。例えばこちらの木目調のキッチン、とてもおしゃれだなという印象があります。ステンレスの天板ととても相性がいいです。そしてこちらのマットな質感の壁紙が施されたキッチン、こちらも全体的な雰囲気、ナチュラルで優しい印象ととてもマッチしている、まとまりのあるインテリアになっているかなというふうな印象があります。一方でキッチンメーカーの扉面材などを見た時にもなかなかしっくりくるものがない、そう思っている方も多いのではないでしょうか。私のおすすめとしてはキッチンメーカーの扉面材で少し満足いかないなという方ですと、キッチンメーカー以外から選ぶ方法がありますので、その方法をご紹介していきます。ポイントになってくるのがキッチンの形になります。扉面材ではなくクロスを使うというところがポイントになります。腰壁といいまして天井までない壁、それをキッチンとセットで作ることによってまるでキッチンと一体型の腰壁というのができます。それを実現するのが主にこの I 型キッチンというものになります。 I 型キッチンですとダイニングであったりリビングに面している面に腰壁をつけられるので、その腰壁にクロスを貼ることでそのデザイン性を決めていくことができます。まさに先ほど見ていただいたこちらのマットなグレーの壁紙、こちらに関しても同じ例になります。腰壁とキッチンが一体化している例になります。キッチンの扉面材からカラーを選ぶのではなくクロスから選ぶことによってかなり幅広い質感、そしてカラーのコーディネートが実現できますので、この投法を取り入れていただいておしゃれなキッチンを作っていただきたいと思います。例えばコーディネートを考えた時にこちらのようなグレーの壁紙と天井が木目調になっている、キッチンがハウスメーカーの面材だけだと少ししっくりくるものがない、そういった方ですとクロスを採用して、例えばこちらのようなマットグレーのクロスを採用する、あるいはクロスですといろいろ種類がありますので、このような木目調のクロスを採用することもできます。もちろん石目調のクロスを採用することもできます。このように扉面材からではなくクロスからカラー質感を選ぶことによってかなりバリエーションのある選択肢から好みのコーディネートをできますのでおすすめです。そしてもう一つ持っていただきたい観点が、キッチンの面材や周辺の壁紙、これだけではなくキッチン周辺の壁に関してもトータルコーディネートを意識していただいて選んでいただきたいと思います。最も簡単な方法としてはやはり SNS でお手本にしたい事例を探すのが最も確実で完成度の高いキッチンのコーディネートをする方法になります。例えば Pinterest、Instagram、そのあたりでキッチン、壁紙など検索していただくと、例えばこちらのようにかなり洗練されたデザイン、折り下げ天井の木目調のクロス、そしてマットグレーの質感、とてもまとまりのあるインテリアになっています。はい、それでは実際の SNS で公開されている私がおすすめする実例についていくつかご紹介させていただきます。一
一つ目の実例が木目調のクロスと石目調のクロスの組み合わせです。やはりこちらの天然素材同士の組み合わせがとても相性がいいです。こちらの実例においてはキッチンの腰掛け部分が木目調になっています。そして背面のカップボードの上の上吊り棚、こちらが木目調になっています。その他は木目調になっている、あるいは木製の家具が使われている、このことによって木目調と石目調の組み合わせがとても際立っています。この相性がいい部分を生かしたナチュラル系のインテリア、少し垢抜けたナチュラル系がお好みの方ですとこの実例がおすすめです。同様の実例をいくつかご紹介します。こちらもキッチンの腰壁が石目調になっています。彫り込みもあって形としてもかなり凝っているデザインです。そして続いての実例としては我が家のパターンとほとんど同じなんですが、キッチンの背面部分を石目調にして、そしてキッチンの上の部分を一段折り下げた天井にする、折り下げた部分にプレーンな木目調を取り入れる、こちらも石目調と木目調のバランスがとてもいいので収まりのあるインテリアになってきます。このパターンでは例えばキッチンをこちらのようにプレーンな白色にする、白にすることで無彩色なので他のインテリアを邪魔しない爽やかな雰囲気になります。2つ目のおすすめの実例としてはレンガ調の壁を持ってくる。レンガ調の壁なんですが、いろいろなインテリアのジャンルにマッチしていきます。そして少し個性のあるインテリアを演出したい場合におすすめです。1つ目のパターンとしてはホワイトのもの、そしてブラウン系の、そして2つ目のパターンとしてはブラウン系のレンガ調。ホワイトのレンガ調ですとかなり可愛い印象が出ます。こちらのキッチンの左手においてもレンガ調の壁が採用されています。他の部分はかなり締まった色が使われているんですが、この部分が明るいレンガ調になっていることによってキッチン全体がかなり明るい印象になっているのではないでしょうか。ホワイトのレンガ調のクロスにはカントリー系な印象もありますので、カントリー系の明るい木材の家具、ホワイトのレンガ調ですとステンレスとの相性もとてもいいです。こちらの実例においてもかなりまとまりのあるインテリアになっています。少し可愛い印象もありますし、厨房感が出ているのではないでしょうか。そしてブラウン系のレンガ調ですとやはりブルックリンスタイルが際立つ印象があります。こちらと相性がいいのがアイアン系の素材、骨組みがしっかり出た家具や棚、そして木目調に関しても少しユーズド感のあるような深い色合いの木目調、こういった木材と合わせていただくとブルックリンスタイルにとてもハマってきます。このようにレンガ調のクロスを持ってくるとかなり個性のあるインテリアが演出できますので、他の住宅と少し差別化したい、そういった方ですとおすすめです。はい、それではここからはおしゃれそしてコスパのいい私がおすすめするキッチンの設備についてご紹介していきます。まずは食洗機になります。便利でコスパがいい食洗機ということで、いくつか食洗機選びの観点についてまずご紹介していきます。一つ目の観点としては食洗機、こちらのように左側のスライドオープン式、そして右側のようにフロントオープン式、こちらの2つの開閉の方法があります。一般的にフロントオープン式海外のものが多いです。国内ですとリンナイさんが作っています。一般的にはフロントオープン式の方が横幅の寸法が同じだったとしても容量が大きいというふうに言われています。続いて国内メーカーのものを買うのか海外メーカーを買うのか、国内メーカーですと例えばパナソニック、リンナイ、海外メーカーですと一番有名なところはミーレではないでしょうか。一般的には国内メーカーより国外メーカーの方が価格が高いというふうに言われています。国内メーカーのものですと10万円を切る価格帯でも売っているんですが、海外メーカーのものになるとだいたい30万円ぐらいから販売されている場合が多いです。そして横幅に関しても海外メーカーですとよく2パターンがあります。幅が45センチと60センチのものです。60センチのものになるとかなり横幅があるので、キッチンのサイズもかなり大きくないとはまってきません。そしてオーバースペックとも言っていいほど容量が大きいので価格帯にもそれが反映してきます。
なので予算とキッチンの大きさに余裕がある場合は60センチもおすすめですが、一般の家庭ですと45センチでも十分足りるのではないかなというふうに個人的に思います。そして国内メーカーですとディープ式ミドル式というものがあります。こちらパナソニックさんのものになります。左側の方が深い形になります。価格としてもメーカーの価格で3万円の違い、実際に購入する場合にはあんまりそこまで金額差が出てこない形になります。一方で容量が結構違うので、この場合は個人的にはディープ式のものをおすすめします。そして今回私がおすすめする食洗機、どちらも海外製のものになります。国内メーカーのものは価格も安いですし品質も確かです。一方でこういったフロントオープン式のものに憧れている方も多いのではないでしょうか。我が家でも次回食洗機を入れる際には海外メーカーのものにしようと思っています。一つ目のおすすめが RAGE というメーカーになります。こちら幅が45センチ、幅が45センチと日本のキッチンでも取り入れやすい幅になります。価格としてメーカーのスペックで30万円少しです。実際に購入する場合はこれより安くなる可能性もあります。おすすめのポイントとしてはやはり価格帯が高スペックなんですが安いというところが魅力的です。そして使い勝手がいい、そしてデザイン性がいい、フロントオープン式であること、いろいろな条件が整って、非の打ち所がないような商品かなというふうに思っています。こちらのおすすめポイントとしてはまず大容量な部分です。こちらのように2段になっている引き出しがついています。そしてカトラリーをしまうスペースもしっかりついています。一般的な4人家族、5人家族ですと1日1回回すだけで容量的には済むかなというふうに思います。そして食器を傷つけない仕様になっている部分もおすすめポイントです。グラスであったりカトラリーであったりガラス系のものを傷つけないようなソフトスパイクというものがついていまして、ラバー素材であることが食器を傷つけないポイントになっています。そして国内メーカーのものですとこちらのように水流が出るアームがそこにしかついていないものが多いです。一方でこちらの RAGE ですとこういった水流が出てくるアームが複数箇所にあるので、いろんな角度から温水が当たることによって食器が確実にきれいになるというところも魅力的なポイントです。他のメーカーと比べても洗浄力が高いと言えるのではないでしょうか。そして乾燥方式はオートオープン式余熱乾燥が取られています。洗浄が終わった後に少し扉が開いて、それによって中の熱が逃げる、そして食器が乾きやすいような環境を整えてあげるという仕組みがあります。口コミによるとしっかり乾燥時間を設けている場合には食器がほぼ確実に乾いているという口コミが多いようです。なので乾燥機能に関しましても申し分ないのかなというふうに思っています。こちらの RAGE を使っている方もしいましたら、実際に乾燥の具合はどうなのかぜひコメントしていただきたいなと思います。はい、続いて2つ目のおすすめの商品としてはミーレのこちらの商品になります。ミーレといえば食洗機でとても有名なメーカーになります。海外食洗機の代名詞と言っていいのではないでしょうか。そして普及している分サポート体制もしっかりしている、そしてブランド力も強い、この部分がミーレの一番のポイントではないでしょうか。そして商品展開も豊富で幅45センチの商品もかなりの種類があります。なので安いもので30万円、高いもので50万円弱ぐらいのものがあります。自分に合った食洗機をいくつかの選択肢が選べるというところもおすすめポイントです。そしてこちらの商品一番価格帯が安いものになるんですが、しっかりオートオープン方式がついているので、先ほどの RAGE と同じように余熱乾燥がしっかりできる、あとは大容量のカトラリートレイがついています。先ほどの RAGE では2段だったんですが、こちらのミーレでは3段になっています。カトラリー専用のトレイが一番上についているのはかなりありがたいと思います。そして実際の商品を見た時にも作りがとても良くて、引き出しもかなりしっかりしている印象がありました。いくつかのメーカーを見比べてみた時には引き出しの開けやすさだったり、その素材感であったり、この部分が結構違うなというふうに思います。なので海外食洗機メーカーを検討されている方ですと、可能であればショールームなどに行っていただいて実際のものを見ることをお勧めします。
はい、続いては洗練されたデザインの水洗ということで、水洗についていくつかご紹介していきます。一つ目のおすすめのメーカーがスッ、三栄水洗のスッドというものになります。こちらまさに我が家で使っているものになります。国内メーカーでは珍しいグースネックのスタイリッシュなデザインが一番特徴的です。海外のグースネックになると10万円を超えてくる価格帯のものが多いんですが、こちらは5万円程度で購入することができました。なんといっても一番のおすすめポイントとしてはこのグースネックなスタイリッシュなデザイン。ステンレスの素材がかなり輝きがあってスタイリッシュになっています。そして実用的な部分もありまして、水流が直流とシャワーの切り替えが可能になっています。直流よりもシャワーの方が水圧が強い印象があります。なのでシンク周りを洗いたい時にはシャワーにする、そしてコップに水を注ぐ時などは直流にして我が家は使っています。そしてグースネックもかなり動く幅が広いのでとてもフレクシブルに動いてくれます。なので食器を洗うシチュエーションだけではなく、シンクを洗う時、掃除する時にもかなり重宝しているので、こちらの商品に関しましては価格、そして使いやすさ、コストパフォーマンスともにおすすめの商品になります。はい、2つ目の商品がこちらも三栄水洗のものになります。こちらデザイン性でかなりおすすめのものです。モノトーンシリーズというシリーズがありまして、こちらの価格が少し高めになるんですが14万円になります。実際に購入される場合はこちらよりもやはり仕入れ値が安い場合があるようです。こちらシリーズ名のモノトーンにかけてホワイトとブラックで構成されている商品展開になっています。ホワイトの質感もブラックの質感もかなりいい高級感のあるデザインになっています。こちらのおすすめポイントとしてはやはりデザイン性です。グースネックになっていること、そしてシンプルで洗練されたデザイン。ブラックの水洗っていうのは国内ではなかなか見ないのではないでしょうか。そしてモノトーンというシリーズなんですが、キッチン向けの水洗以外にも洗面所、そしてシャワーなどが作られています。このあたりもかなり洗練されたデザインになっています。まるで海外の水洗メーカーのものなのかなというふうに見違えるほどのものになっています。そしてこちらの水洗に関しても直流シャワーの両方対応になっています。やはり存在感のある水洗が欲しい、そういった方ですとこちらのブラックの水洗おすすめのものになってきます。はい、最後のトピックとしては自由度の高いガスコンロということで、我が家も全面ごとくのガスコンロを使っているんですが、全面ごとくのガスコンロですと鍋をどこにでもフレクシブルに置けるので便利で重宝しています。ということで今回は2つ全面ごとくのおすすめの商品についてご紹介していきます。まずこちらのハーマンというメーカーのプラスドゥというものになります。こちらは3口の全面ごとくになっています。あえてこちらの三角形を描くように3つ設置されていることによって鍋の干渉が少ないというところがポイントです。コンロの口がある程度離れているので、こちらのように大きな鍋を置いた時にも鍋同士が干渉しないというところがおすすめポイントです。そしてこちらはグリルがついた全面ごとくでダッチオーブンも付属されています。なのでグリルもコンロもダッチオーブンもついている、そして16万円という価格帯になっています。個人的にはかなりコスパがいいのかなというふうに思っています。そしてこちらの商品かなり細かい部分まで考えられていまして、こちらのようにコンロの部分の強弱もしっかり目安の印がついています。グリルについてもコンロについてもしっかりタイマーがついています。そして火力が選べるというところもポイントなのではないでしょうか。強火で調理したいのに180度で自動で切れてしまう、そういったコンロも多いと思います。こちらのコンロに関しましては見た目はとことんシンプルなんですが、いろいろ機能がつくまっていて実際にかなりコスパがいいなというふうな印象があります。はい、そして2つ目のガスコンロのおすすめとしてはこちらも我が家で使っているものになります。こちらは全面ごとくの4口コンロになります。リンナイのステンレストップ4口というものになります。価格が10万円程度ということでかなりコスパのいい商品になっているのではないでしょうか。こちら4口になっているんですが、実際に我が家では4口同時に使うことはありません。一方で4口になっていることによって例えば鍋を休ませておく場所、実際に火を使って調理をする場所、そのように鍋を休ませておくスペースができているのがかなりおすすめのポイントです。そしてスクエアになっているので有効なスペースもかなり広いというところがおすすめのポイントです。こちら
もステンレス素材がとても綺麗でスタイリッシュさが際立っている、そういった商品になっています。かつこちらはグリルレスになっていますので、グリルがいらない、まあ加熱調理系はすべて電子レンジでやる、そういった方ですと我が家のようにこういった商品もハマってくるのではないでしょうか。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今回はキッチン全般の話ということで、キッチンのカラー選び、そしておすすめのキッチンの設備についてご紹介させていただきました。これからも住宅インテリア関係の様々な情報を皆さんに発信していけますので、見逃さないようにチャンネル登録、あとはコメント、いいねボタンもたくさんお待ちしてますので、これからもよろしくお願いします。